やかましい最後こしゃくな。アルコール欲してる？あんまさせないでください、こんなツッコミ。そうですか、ネタもケーキも甘いでしょ。コントおまわりさん、あれ、バッグがない。ウォンツー外から君のハートにレボリューション。どうも、うちーここで入ってください。ゴージャスでーす。ゴージャス、ありがとうございます。入室してからやった方がいいかも。今日はゴージャスを続くの見に来たよってお友達手挙げてもらっていいですか。向こうでまた別の営業やってる。来てこっち。こんな空気でもまだ助かる。やってるね、本ネタ。まだ助かる。入ってますわ。まだガスカルソーへ。こんな慈悲まだガスカル。こん時どうもありがとうございました。終わった終わった。次は15時からです。どうぞよろしくお願いします。1ステ目終わったのかな。受けた。あ、受けたんですか。受けた。あ、よかったっすね、小林さん。トンツカタン先にやってくれたから、すごい盛り上がってたもんね。あ、温まったんですかね。めちゃくちゃ受けた。よかった、よかった。ショッピングモールはやっぱね、鉄板だよね。あ、向こういい女なんだ。すごいんだ、あ、本当に。そう。あれはそうなんだ。お抹茶と桜餅、買い物行っちゃった？あ、桜だですね。わーすぎるね。広いからさ。お抹茶と桜餅。次ね、あと2時間空いてるから。あ、そうですよね。暇な時間あるから。疲れたな、本当に。本当にさ、いいんですかその取り外す様見せちゃって。大丈夫ですか取り。2回目同じネタ？あ、2回目基本的に同じネタやろうかなと思って。同じネタのタイプか。とか。あれゴージャスさん、今のでなんか信頼失った感じする。え、ゴージャスさん変えるんですかやっぱり。どうしようかなと思ってさ、俺2回目のネタをさ、ちょっと見てもらっていいかな。え、僕見ていいんですか。ちょっと待って。はい。ほら、いろいろ。あれ？どうせ。ガハマルチョバ以来の。え、どうなってるのこれ。すごいサービス精神。面白い。あんま聞いちゃダメです、直接。あんま直接聞かない方がいいです。これやろうか。いや面白いですけど、多分やってる方いるんで、ね、はい。なんか地球儀しかできない人みたいに思ってる人多い、まあ、そのイメージは強いです、正直。はい。あれ俺もそう思ってる。でも確かにこのネタがメインというか、僕のイメージはペッキン。カチンではなく、めっちゃ綺麗。何かが折れましたね。ペッキン、はい。プラスチック製の何か。だけど。え？あ、北京って言ってたんだ。北京。結局そう思われてるんでしょ。地球儀回さずともやるんだ。ああ。はい。ちょっとパターンをいっぱい持ってきたんでさ。はい。ちょっと引いてもらっていい？何ですかこれ。これ。即席すぎるでしょ。くじ引き。ちょっと。ガチで。じゃあこれで、はい。いいですか？はい。漢字の国名当てましょう。いや、こちら、はい、漢字の国名当てましょう。結局国じゃないか。同じテンションでやるからね。ああ、そうなんです、はい。まずこちらね、はい、ババン。これでもこれ米って書いてあるのがヒントじゃないですか、うん、あ、それもあるし、ね、アメリカかな。ファイナルアンサーミリオネア方式でファイナルアンサー。え、ミノさんやってる？うん、正解。ありがとうございます。素晴らしい。これレベル1ね。あ、じゃあ100万かかってる時の試しちゃダメです。レベル1はそんなためないんで。次行きましょう、はい、こちらバーバン。うん、ゴロロチャ。なんだこれ、急に難易度が分かんない。じゃあ、はい、ヒント、こちらをご覧ください、はい、ショートカント運動会。ほなね、今からね、チーム分けをしますからね、はい、白チームはこっち、うん、黒チームはあっち、皆さん移動してくださーい。先生、僕は一体何チームでどこへ行けばいいんですか。あ、君は帽子が黒色やからね、黒はね、あっちやね、うん、黒はあっちや、黒はあっちや、どこ。手法同じじゃねえか。どこ。いや、これで見たことありますよ、そのネタ。地球儀なくてもぜひ。どこ。え、クロアチア。クロアチアファイナル、うん、正解。ためねえんかい。クロアチア。地球儀の方がいいって。次のこちら、ババン。ドロババア ラ。これない、ない、そんな国。ナイジェリアってこと。そういうことじゃなく国に侵されてますよ、あなた。
こちらをご覧ください。お願いします。ショートコント、グルメ。グルメ、わあ、この魚料理、ちょっといただきたいと思います。すごい舌触りも良くて、ガリッチ、何これ、え、何か、なんか出てきたでしょこれ。何あれ、パールじゃないこれ。パール、ね、パールですよこれ。うわ、ね、パールじゃない、ね、パール、ね、パール、うん、はい、正解はネパール。ネパール、はい、それいやもう地球儀のやつじゃん。地球儀持ってる時のやつ。正解ネパール拍手。いや、ありがとうございます。素晴らしい。いや、すごい、劣化版じゃん、ただの。次、最後、一番面白いやつ、はい、こちら、あんま言わない方がいいって。え、うやなぎく、なんでこれ、わかんないっすね。こちらをご覧ください。はい、ショートコント、バイク。分かってた場合どうするの。ブランナナナブランナナナナナナナ、はぁ、爆音がうるさい、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 ちょっと強引すぎるって。はい、昨晩考えた。はい、え、ウルグアイ。ウルグアイ、それ。もうこれでやって、これで見たいわ。素晴らしい、ありがとうございます。あれ、ちょっと待って、でも何、ルー、うん、ルー、うん、グーで、愛がないね。あ、あった。はい、ここに。いや、もうやかましい、最後こしゃくな。これじゃ今のネタはナイジェリアってことでね。あ、ないですね。アルジェリアとナイジェリアって、はい、ナイジェリアね、まあどちらかといったらアルジェリアじゃないでしょ。はい、違いますね。ナイジェリアでしょ。はい、でもこれはこれでライブでやってるからね。あ、やってらっしゃるんだ。すいません。今日限定のやつかと思ったら、ライブでもやってた。ごめんなさい。は、新作コント with 森本くん。これは、ね、の可能性あるぞ、これ。これはね、僕がコント作ってきたんで、はい、台本あるんすか。これ見ながらやってもらっていい。コント、はい、おまわりさん。あれ、バッグがない。あ、おまわりさんに聞いてみよう。すいません、落とし物をしたんですけど。お、どんな犬ですか。犬、いや、犬なんて落としてませんよ。バッグを落としました。バッグ、はい、あ、ちょっと調べてみますね。バック、バック、バック、ドッグ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 、すみません、おまわりさん。え、ドッグ探してません？え、え、おまわりさん、もしかして犬のおまわりさんですか？え、犬のおまわりさん、犬のおまわりさん。犬のおまわりさんになってますって。いや、もういいです、いいです、じゃあ。ちょっと待ってください。何ですか？ちょっと一曲だけ聞いてもらっていいですか？はい。またどこかで会えるといいな。え、ミスチル？犬のセントバーナード。いや、犬じゃねえか。もういいよ。どうもありがとうございました。手法一緒だって。何？どうやったってゴージャスが出てくる。2ステージ目ダメ？ネタ自体はアルジェリアだけど、2ステージ目はナイジェリアでお願いします。はい。アルコール干してる？あんまさせないでください、こんなツッコミ。酔わないとつまんない？そんなことはないですね。お笑い好きなんですか？失礼に値するかやめて、そういうの。バーバン！なんて書いてる？バルーンアート。バルーンアート！え、これ？バルーンアート？いや、想定外みたいなリアクションしてますけど。本格的な人。久しぶりすぎて、そんな塊になります。久しぶりすぎて。塊のバルーン。久しぶりすぎて。ちょっとしたアートですよ、これ。子供人気、これからのね。こんな盛り上がりますよ。結局そうなんです、はい、もう手慣れてますね。もうね、うん、本当に何でもできちゃう、うん、見ないでもできちゃうんですよ。見ないでも、はい、マジっすか。いいよ。2個目以降やった方がいいんじゃないですか。一発目は普通にやって、実はこれ見ずにもできるんです、の方が良くない。10秒で10秒、はい、はい、10、はい、9、8、7、6、6、早い早い、5、4、湯船使ってるんか。だいたいこれぐらいのペースでしょ。できた、はい、はい、見せていただきましょう。お願いします。ででん、あらか。ほら、ちゃんとできてるんかい。ちゃんとできてね。ちょ、あれ、ふーって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 。
かわいい、かわいい。水でポンってなったけど、厳密にはね。かわいい。あら、かわいらしい。プードルですかね。気分がいいから、もう一個作っちゃう。これ以外も作れるんだ。見ない、やっぱり。よいしょ、うん、当たり前のように見ない。いきますよ。はい。あ、10秒、10秒。10秒。っていうか、スタートから何秒かやった方がよくない？ある程度までいった後、あ、10秒、10秒って。なんもすごくねえんすよ。10秒、10秒。はい。10、9、あ、できた。8。できるんかい。でーでん。キリン。あ、キリンだ。首が長いんだ。いきますよ。さあ、水で膨らますなって。全然手応えないんですって。人間たるものを吸ってから吐くんだ よ。じゃあこれ宇宙海賊だから分かんないのかもしんないけどさ、あら、これいるかな。え、この目と口描くやついる。もう一回です。十分すごいんですけど、なくても。もう一回して、もう一回して。すごいなこれ。あ、できた。うさぎです。あら、いいですね。ちょっと目をちょっとベース一緒すぎるな。もうちょっとバリエーションが欲しい。バリエーション。何の、え、レボリューションみたいな感じで。違う違う。アルジェリア、ナイジェリア。いや、まあまあ、これはまあアルジェリアですよ。あ、ラスニだ。いきます。え、宇宙パティシエ。うわー、ちょっとちょっと着替えるから、ちょっと潰しててもでも今日、夢壊れるわ。今日使わないわ。でもかっこいいですよね、あのステージごとに中身変える芸人さん。結局そうね、うん、それで奥行きが見えるのいいですよ ね、 ね、うん、思ってたインナーじゃないな。想定がインナー。ムキムキじゃん。パティシエだな、はい、うわー、すごい。宇宙パティシエだ。すごい。綺麗なとこだよ、綺麗なとこだよ、綺麗なとこだよ。行くよ、はい、行くよ。よく見たらマジで見たことない台。スペードハートクローバー。これ買うのに、はい、マジシャンの講習を一回受けた人だけが買える。あ、ちょっとやそっとじゃ買えない。買えない。一元じゃ買えないものなんだ。9000円ぐらいですよ。じゃこれちょっとお直ししてる。なんてつぶらな瞳なんだ。コウメ太夫と違うっていうとこ見せないと、うん、あ、ちょっと荒かったりしますか、コウメさんは。いきましょう。楽しみだな。ワンツー、スタート同じ。君のお口にレボリューション。どうも、宇宙パティシエのゴージャスです。それでございまして、はい、僕いないときどうやってるんだよ普段。ショートカウンター、はい、ハイキング。はぁ、あ、山の空気は最高だなこれな。ぐー、あ、お腹がすいちゃった。なんか、あ、あそこに木の切り株がある。ここに座って食べよう、うん。あれ？ん？座るのにちょうどいい木、ちょうどいい木。嫌な予感するな。ショートケーキ。うわー、それ嘘でしょ？これショートケーキ。デリシャス。これ以外の回路ないの？ちょうどいい。わけわかんねえだろう。いや、わけわかんないっすってマジで。混ぜてる混ぜてる、空気混ぜてる。何、変な空気を攪拌してるよ。やかましいわ。想定内だ全部。さすがだな、アシスタントか俺。ショートコント、冒険家。冒険家。ふわー、どうぞ。え、毒蛇に噛まれました。え、あんたって消毒液を持ってこい。消毒液、消毒液。ショートケーキ、2連チャンで、2連チャンで、これショートケーキ。あの迷う時間なんだったんだ。デリシャス。何それ。どうですか、ネタもケーキも甘いでしょ。ここを軸に持ってくなよ。その回収に重きを置くなよ。
最後いきましょう。消毒消毒あショートケーキぞー、これショートケーキデリシャス。ここだからこっからだからここ来るよ。どうもありがとうございます。来ない、来ないという裏切り。いやちょっとなんでショートケーキばっかのひいきしすぎじゃないですか。結局みんなショートケーキ好き結局。いやそうかもしんないけど一番売れてるんだってやっぱこれは。いやまあこれは確かに2本目としてはちょうどいい。ちょうどいい、はい、ちょうどいい気、ちょうどいい気がしますね。ちょうどいい気、ちょうどいい気がします。ちょうどいい気、はい、ちょうどいい気が、はい、だよね、そうだよね、はい、やれよショートケーキチャンスだったでしょうが。あ、ついにラストやる。もう結構終盤だと思うんでね。本当、はい、宇宙メジャーリーガー、それがあったか全部あなたが書いて入れたんですけどね。マジか、はい、宇宙海賊、はい、と宇宙パティシエ、はい、と宇宙メジャーリーガー、これ宇宙トリロジーっつってね三部作だそうなんです。これがね、マジカルラブリーの寄せが1月1日にあって、 あ、はいはいはい、あまりにひどすぎて、その後の、はい、オールナイトニッポンゼロに呼ばれて、はい、すごい恥ずかしめを受けた呼び出し食らったんすか。ちょっと本当はもっとちゃんとしてたけど、今日はまあちょっと簡易バージョンというか ね、 ね、はい、なんで僕だけ宇宙パティシエの名残あるんすかいいってそのお直しの時間口すぼめるなちょっと縁起が悪いんでちょっと、これ縁起が悪いって言った今。ウォンツー君のハートに、うん、バズン、おストライク。どうも宇宙メジャーリーガーのゴージャスです。君のハートにストライク、はい、我が銀河、銀河銀河チーム名曖昧だ銀河ビッグバンズと太陽プロミネンスの決勝戦でございます。ふわふわしてるな。9回裏そこじゃない、怒られたの。ツーアウト満塁、ネタが固まってないとこだ。次のバッターを私が抑えれば銀河ビッグバンズは優勝となります。絶対覚えられないのかビッグバンズ。この一球に命をかけて、はい、第9振りかぶって、この間はピッチャーの携帯の充電がなくなっちゃって困ってたんですよ。何、そしたら何これ、バッターが、はい、充電器を貸してくれたんですよ。へー、バッテリーだけにね。バスンストライク、なんと最初からストレートのやつだ、やつだ、これだ。あんまパティシエ類全然甘えわ。どうですかお客さんのストライクゾーンは狭い方ですか。出たさあ負け戦回収パターンだ。どんどん参りましょう。第2球、うん、投げた、こないだ宇宙でエピソードトークなんだよ。野球をしてたらみんなセンターとライトの方ばっかにレフト以外に打っちゃうんですよ。おなんでかって宇宙だけに宇宙間バーセルストライク早いってバシーンまでが、スーストライク、伝わってない人もいます。内角ギリギリの怖すぎて速くなってるんですよ。内角のやつで自信持ってください。ゲーセンと来て、うん、よく取れた、これはすごい。さあ今これはすごいって言った自分で、めちゃめちゃ盛り上がってます。どうですかお客さん、来るぞ来るぞ、みんな構えろ笑いのボークに耐えられました出たここで回収していく。ここで、うん、あのストライク打ち取れ、あのバーンってストライク取れば、野球知らねえだろこいつ。取ればピッチャー振り返って第3球投げた、この間なんだよ全部この間で始まるやつ。ホームラン打った時に、うん、あの観客の人がキャッチして、はい、嬉しすぎて
死んじゃったんですって。は？でもお坊さんが葬儀やらないっつって、わしゃホームランっつって、ホームランっつってバースストライクバッターアウト。絶好球だったの今。キングアビッグバンズ優勝でーす。まあまあすごいすごいか。何？え、夢か。超展開すぎるってそりゃボールも転がるわ。最悪っすよ、夢落ちで終わるなんて。え、自己自…いけるかもしれないです。逆にアルジェリアということで、アルジェリア、これやりましょう。よし、じゃそろそろ始まりますんで。じゃとりあえず前説行ってくる。前説もやってくれるんですか。前説やって、その後出てくるんですか。どうも皆さん、どうも